日本庭園、茶室、関心亭さがら園は、兵庫県神戸市中央区にある広さ2万平方メートルの都市公園、日本庭園。日本の文化財保護法に基づく登録記念物の最初の登録物件である。筒子の名所として知られる。三田藩市、小寺大二郎が、幕末から明治維新の混乱で困窮する三田藩の財政を立て直すべく、久喜高義。 シラス蔵らゾと共に神戸で事業を起こし実業家として成功を収め、商事の指定として建設されたもので、1885年頃から築造をはじめ1911年に完成させた広大な庭園と邸宅である。当初、蘇鉄園と呼ばれていたが1941年に神戸市が譲り受け、名称を中国駅郷にある和越さがらり取った。 相良園と変えて一般公開されるようになった。庭園の形式は地線回遊式を基本としているが、西洋文化の影響を受けて広場が設けられている。戦前までは園内に、昇字化本邸をはじめとする多数の建造物があった。しかし西洋風の旧昇字化旧社員以外は、すべて1945年6月の神戸大空襲により消失した。現存するオクスや、 ソテツリン、大道路、平、門などから失われた邸宅の雄大さを伺うことができる。第二次大戦後になって、神戸市行田区北の町から旧発産住宅が移築保存され、神戸市の迎賓館施設として、相良園会館、茶室、関心邸が建設され、さらに神戸市垂水区から船屋家たちが移設されて、現在の景観に至る。ありがとうございます。